これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。良い月だな。強調ですね。何？何が協調だって？さればこそです。雲一つない聖夜。風もない。川中島のあたりでも数日はど、そうなればはい初陣を前に。まったくだ。遅いだが、できることならいずれ。そうだな。ブーンを祈るぞ、正幸。はは。申し上げます。第一章、乱世。永禄よ、信濃の地をめぐって激しく争いを繰り返す。ここに武田日の本一の強者、真田幸村の父であり、後に徳川家康を最も恐れさせたとされる豪将も、今は一介の若武者に過ぎなかった。Thank you.
見回りを続けます。これは正行さん。良い武器は良い品が入っております。お目が高い、ご武運を。すでに勝ちは見えておる。海津城に物資を輸送するため北の関まで。わしもお供します。策である。
いいな。愚策である。素晴らしい。
愚策である。そうか。マサユキ、心配をかけたよ。任された。いかがした？やりました。良い武器は良い品が入っております。良い出来で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 す。ご武運を。良い武器は良い鉄から。ご武運を。おお、承知しました。ふん。これは正幸さん。見事。良きかな。見回りを続けます。
良い武器は良い鉄から。ご武運を。これは正幸さん。見事。そうか。出陣いたそう。ふん。すでに勝ちは見えておる。明けまでに西女山を攻め落とし、剣心を八幡原に誘い出すのだ。若、夜は周囲の状況が見えぬなど、昼間の戦とは勝手が違いますよ。定められた時刻というのがございますぞ。承知の上だ。時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬようにせねばな。偵察兵がいるな。この奥が最後の砦であろうが、いささか脆すぎる。西女山に陣取る剣心を我ら別動隊が攻撃。そうすれば敵は必ず山を下る。そこを山裾の八幡原に布陣した信玄公率いる本隊とで攻撃する。それが軍師山本勘助様が立てられた此度の策だ。キツツキが木を叩いて虫を出すよ。な
なるほど、それで啄木先鋒。若、剣心の姿がどこにも見当たりません。これは親方様が危う。急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更。開門。暗闇に乗じて忍者など特殊な兵が襲ってきます。お気をつけください。忍びは見つけ次第倒すのだ。妨害を受ければ後続の進軍が遅れる。ただの別動隊だ。思っていたより早かった。我らの追撃を見越して兵を見越していたか。やはり剣心が先に山を降りている。そうか、高坂様にご報告を。それでは間に合わん。味方の行軍は慎重にならざるを得ません。真田の小せがれか。山に恨みはないが、武田に信濃を追われた屈辱忘れはせぬ。怒りに任せて策もなしに攻め寄せ。だからお前は敗れる。こたびの ここまではたやすい。打ち取ったり見えている。無働きなど自慢になっ。上杉謙信が急襲。親方様が応戦しております。完全に裏をかかれたな。だが親方様はやらせん。日が出れば敵の士気はますます盛り、本陣へ行くのも難しくなりましょう。夜明けまでにどれだけの距離を稼げるか、それが勝負の分かれ目だ。さすが剣心公の読みは正確。ここで待ち伏せして当たりだった。お前がしんがりか。ならば剣心は近い。当選一方。親方様の救援に向かうことできず。無働きなど自慢にならぬ。開門。剣心の至福の邪魔はさせません。上杉軍の猛攻に苦戦。ここまでは手やすい。
変身はこれ。より宿敵との格別の邪魔をするものではありませんが、あいにく戦を楽しむ風流はない。無粋を承知、押し通る。ここまではたやすい。良い覚悟を持っているよ。許しましょう。開門。お館様が危のうございます。お急ぎくだされ。お楽しみのところ申し訳ございません。なんの、良い趣向じゃったよ。さて、正念場じゃな。